巨人岡本和馬内野手、21が西武中村豪也内野手、34と合同自主トレを行った。今季で本塁打に終わった岡本は6度の本塁打王と通算357本塁打を誇る中村から、本塁打量産への心構えを伝授された。岡割君くんとの合体で、才能開花への手応えをつかんだ。時計の針は午前零時近かった点4月岡本は消して、 携帯電話を握った。今年のオフ、中村さんと一度練習したいです。何とか、お願いできませんか、西部中村と共通の知人に合同トレを懇願した。自身初の開幕一軍入りも、12試合で打率に割に分子チリン、連本塁打、2打点で4月21日に2軍に降格。何か変えないと面識はなかったが、飛躍への一歩を刻むために勇気を出した。 中村は知人を介し、一言で返答した、別に、ええー、よ。高卒、大砲、三塁手シャイな性格も同じで、岡本は気になる選手だった。中村自身、令五年に二十二本塁打で定位置をつかみかけるも、その後に念は不振。天気は令七年秋季キャンプだった当時の大久保打撃コーチから、前で打てと助言され、 翌年46本で初の本類打王を獲得した。30本は普通に打てる点一つのきっかけで人は変われる。和製大砲が減った今、中村が大砲論に一刻を投じた。